右足も速いやつだ。やつらは見失ったわ。そうか、じゃああそこだな。あそこ、やつらのアジトを知ってるの君。ああ、君はドライブとか言ってたけど何者なの？俺は警視庁特殊状況課事件捜査課、略して特上課の泊慎之介。よろしく。特上課？知らないの？聞いたことない。じゃあ特別に教えてあげよう。いえ結構よ、君の素性には興味がないから。え？ドライブとか言ったわね。危ないところを助けてもらったことには感謝してる。しかし大事な仲間を失ってしまった以上、私の気持ちに区切りがついた。仇を取りに行くのか？え、そのぐらいは分かってるさ。だったら俺も戦うよ。でもこの仕事は。いいさ、俺の目的も君の目的も同じさ。同じ？同じ警官じゃないか。だったら俺も戦うよ。でもこれは紛れもない越権捜査よ。後で大問題になるわ。大丈夫、俺たち特上課はいつだって何だって首を突っ込んでは品種を買ってしまう問題児たちの部署。もう怒られるのは慣れてるよ。なるほどね怒られ慣れね。なんとなく理解できそうだわ。だろ、今だって数人の人間たちが怪事件に巻き込まれたという情報をもとに捜査してたらここに行き着いちゃったってわけ。これって何かの縁と思わない？縁か。じゃあ力を貸してもらうわ、テロリスト壊滅に。そうくれちっちゃ。でもこれだけは間違えないでくれ。今戦った連中、つまり君がこれから敵を取りに行こうとしている連中はテロリストじゃない。テロリストじゃないってどういうこと？奴らは一見人間の姿をしているが、正体はロイミュードさ。ロイミュード？つまり成長進化する人工生命体ってことさ。人工生命体？奴らロイミュードは世界征服を企んでる化け物だ。世界征服ってそんな。奴らの目的は一つ、人類を滅ぼし自分たちだけの地球に変えること。なんてこと、奴らがそんな化け物だなんて。だから君たちが追うテロリストとは違うことだけ頭に入れておいてくれ。分かったわ。同じ警官としてドライブ、一緒にロイミュードを壊滅させましょう。うん、分かった。力を合わせて奴ら化け物を倒そう。うん、あ、私はテロリスト壊滅公安部隊。よろしく。よろしく、うん、よし、こうなったらチームドライブで頑張るぞ。チームって言っても二人だけどね。問題ないさ。さ、ドライブ、何をすればいい？この先に奴らのアジトと思える配給、そこに乗り込む。うん、わかった。じゃあ行こう。了解。